はい、日本美術で世界を元気にする週刊の田中です。さてですね、この芸術新潮の後半、このですね、山下裕二先生の隠し玉、隠し玉ってもともと考えていた芸このアートコレクターズと美術室の窓の、まあ、本の方のあれなんですけど、これをこのまま持ってきたということでですね、美人画特集ですね。で、表紙が青の天夏さんで、こうちが今度の大阪の梅田阪急である美人画ルネサンスというところでも、まあ、登場する非常に重要な作家ですので、北海道の作家です。皆さんよく覚えて必ず見に行ってください。大阪4月1日から1週間やります。で、この青の天夏さん、これね、先生も山下先生も言ってますけども、非常によく過去の絵画を勉強して、で実は非常に聡明でいろんな物語を知っている人です。で、まあ、他の美人画家よりも少しお姉さんなので、まあ、人生経験とか、それからいろんなことも知っていて、でそれよく咀嚼して自分の世界にしてます。なので、まあ、単に綺麗な人描くとかいう世界からだいぶ離れていて、でもね、爽快で、まあ、今美人画と言われている一群の中では僕が一番大好きな作家です。で、今度の美人画ルネサンス展でも出ますし、まあ、彼女の展覧会は順次行っていくつもりにしています。さてですね、あとこの島崎良平、この方僕もね、どこで見たかな、まあ、いろんなところで見ましたけど、面白いですね、いい作家だと思います。それから、まあ、宮崎由依ちゃん、このルネサンス展でも出ます。それから森本潤さんは、まあ、非常に素晴らしいですね。ただあんまりたくさん描けない、もうこれものすごい緻密なんで、今回ルネサンス展ではちょっとあえて声をかけませんでした。まあ、あってふさわしい方ですけどね。で、その森本宗介、これが潤さんのお父様ですね。すでにお亡くなりになってますけれども、洋画界で、最も高評価が高かった方です。石黒健一郎さん、これね、この人が出てくるってのは面白いですけど、まあ、山下先生らしいですけどね、僕も大好きな作家ですけど、まあ、小暮さんとかね、何人かの、スチさんもやってるのかな、画廊でやってます。それから、これがもう、まあ、いかにも隠し玉らしい、この見開きの、さっき僕は名前ちゃんと覚えてなかった尾崎恵子さんですね。この方は女性画家なんですけれども、まあ、絵を習い始めたのがもうだいぶある程度年を取ってから始めてるっていう作家さんで、とても、ちょっとまた変わり種ですよね。それからこの辺は、この辺ごめんなさい、僕ちょっとあんまり知らないんですけど、まあ、ちょっといろいろ取り上げられてます。で、最後にね、諏訪さん持ってくるとか、また山下さんらしい変化球で、この絵はですね、これ全部が絵じゃなくて、ここの部分だけで、あとはいろんなコラージュで写真家の方が組んだ作品だと思いますけど、僕が昔ブログでこの絵のことを取り上げて、諏訪さんにそのことを知ってもらったのかな、それで諏訪さんとの付き合いが始まってたのかしら。まあ、そういう僕にとってもなんというか思い出深いというか、すごく感動的な絵ですね。これは確か NHK だったかな、その亡くなった娘さん、交通事故で娘さんを失ったご両親が、自分の娘の絵を描いてほしいという依頼のもとに描いたっていう、まあ、非常にテレビ的な題材として、まあ、ドキュメンタリーみたいな形で、まあ、書いたんですけれども、諏訪さんのこういう作品のアプローチがとても誠意のあるものだと感じました。その誠意を形として見せることで非常にドラマチックでもあるし、なんていうかしら、まあ、絵画というものが社会に対して持つ力みたいなことを分かりやすく見せたという意味でも、とてもエポックメイキングな作品だったと思います。で、諏訪さんといえば死であるとか、あるいはエロスであるとか、そういうかなりこうむき出しの強いメッセージ
を描く方ですけれども、ここでもまあある種死を描いているわけですけれども、やはりご両親に向けて描く絵だというところで非常に象徴性があって、まあそうですね、この絵だけ見てるとちょっと心が震えてくる、そういう作品になっていると思います。美人画という特集の中に入れるのはとてもちょっとある種違和感がある作品ですけれども、そこにあえてこれを入れてくるっていうところは山下先生ならではで、まあ何ていうかしら、美人画っていうのは池永さんもインタビューの中で言ってますけども、何ていうかしら、まあ、アートっていうものが、まあ、戦後 の、 そのアメリカ美術ではどんどんその、まあ、ポロックだとかウォーホルとか出てきて、まあ、その風景だとか人物を直接的に描くということはもうアートの仕事ではないっていうのは、まあ、美術の文脈ができて、日本においてもやはりそうですね、まあ、写真、映画、テレビ、その他のメディアがいっぱいある中で人物を描くという行為にどっかリアリティが失われていく中で、まあそれでも絵描きは目の前にある人物の魅力を描いてみたいという、まあ、衝動の中で、まあ、日本なりの、まあ、美人画っていうものが、あったかもしれないんですが、どっかやっぱりこう美術の文脈に乗り切らずに一旦こう散っていったわけですね。でその散っていった文脈を回収するのが写実画っていう、まあ一種の物語というか、そして今の美人画っていう物語で、まあ人物画を見たいという見る側の欲望、まあ、買う側の欲望と言ってもいいですけれども、それと、絵を描く側の欲望というものが、結合してこの絵にこういう絵画群になったということも言えるかと思います。でそのことが世界性を持つかどうかということはまだ分かりません。分かりませんが、私どもは池永さんの絵を、まあ、海外でも今少しずつ持ち出してますけれども、まあどういうふうにアートの文脈としてもう今更それやるのと捉えられているかどうかは分かりませんが、やはりとても興味を持って見てもらっている方々がいらっしゃいます。なので、私どもは人物画というものの力というものをもう一回日本で充填して、そして世界の人に、まあ、日本の美術を通して人物画の魅力というものを改めて感じてもらうチャンネルを作ったら面白いかなと思ってます。それは美人画であるとかないとか、写実であるとかないとか、そういうことを、そういう、まあ、今までのいわゆる枠みたいなことは超えて、人が人を描くという原点においての純粋性みたいなものをどう見せていくかということを、まあ、やってみたいなと思いますね。でその上で現代的な見せ方というものは当然あると思いますから、そこは今までのやり方をそのままやっていったらいいとは思ってません。それが何であるかっていうのは、これからのやはり格闘しながら、で池永のインタビューを聞いてても分かると思うんですけども、まあ若い時は誰にダリという作家に憧れたりして、非常に多くの物語の絵画とかあるいは絵描きの物語を吸収して今のやり方を作っているということが言えると思います。でこの諏訪さんにしても、おそらくやはり美術史であるとかいろんなことを吸収して今のスタイルとか考え方に至っていると思うんですね。でそういうその直感的に描いていること以外に、やはり今何を描くべきかって戦略がその作家の中で醸成されて出てくるものがあると思います。
早く咲く人は10代20代で咲く人もいるでしょうけども、これからだって30代40代50代で開いてくる人がいてもいいと思います。で、美術の革命というのはアメリカからしか起きないかというと、まあ、必ずしもそうでもないわけですね。例えばその今草間彌生がめちゃくちゃ高くなってますけども、まあ、その草間彌生さんが高くなったというのも、まあ、アメリカのキュレーターが草間彌生を再発見したと、つまりアメリカの戦後美術の、流れの中に草間彌生の影響が色濃くあったということを、まあ、再発見したわけですが、つまりその、まあ、もちろんニューヨークに彼女がいたということは非常に大きいですけれども、世界の美術史というものが、まあ、インターネットで一旦そのある種の民主化というかグローバルになった世の中で、ずっとアメリカだけが、戦後美術の変革を引っ張っていくかってそんなことだけとは言えない。インターネットで SNS でインスタグラムで、絵というものが流通が非常に早い、流通というのは金銭的な意味でなく図像としての流通が早い中でどういう展開できるか、まだまだ日本画というか日本人の絵描きのポテンシャルはあると思います。うちは別に日本人の絵画だけ扱うとかいうことはないですけれども、やはり日本の画廊として日本人のアートというものが最も大事な、ジャンルになってきて、で日本人あるいは日本の絵画のポテンシャルというものを世界に発信していくというのはやっぱり日本の画廊の役割だろうとは思っています。その中で人物というものが持つ力というのはこの特集でなんかちょっと見えてくるんじゃないかなと思ってとても面白く読みました。ということで、一つ終わり。